るぞ。油断するなよ、オレン。そっちは気合い入りすぎだぜ。闘志を隠すのも作戦のうちよ。もう動けねえ。鍛錬不足と言いたいところだが、年齢を考えると仕方ないか。おい、老人扱いすんじゃねえよ。まだまだやれるぜ。この後俺も海の平和を守りに駆けつけるからな。特に水着美女の監視は任せろ。そうか、早急に不審者として捕らえなければな。見守るだけだってば。なあ、なあ、これはまずいぞ。あ、誰も助けに来ねえな。まだいつもやられたふりをして休んでるからな。こんなことが。どうだ、俺たちの勝ちだ。オーレン、さっきの戦いで間合いの詰め方が気になったんだが。勝ってから反省までの間を詰めすぎだ。オーレンに窮地を救われるとは不覚だった。恥じるな。オーレンの戦いを見ていて尊敬の念が湧いてきたんだ。おいおい、大げさすぎるぜ。ま、褒められて悪い気はしねえけどよ。戦い方を指導した人物の苦労は並大抵ではなかったに違いない。ああ、そっちね。銃っていいよな、楽そうだしよ。分かってねえな。戦いってのは面白いかどうかだ。いや、さっきは危なかったぜ。俺の援護のおかげだっつな。感謝しろ、酒おごり。おいおい、照れ隠しなら。てめえがマジじゃ。かかってきな、チリも残さず潰してやるよ。頼もしいね。こりゃ俺は休んでてもいいかもな。その辺で寝やがったら敵と一緒に潰すぞ。腰に来た。ああ、ダーリー。お互い苦労するな。一緒にすんじゃねえ。今夜は一杯どうよ。お前がおごるんならな。え？俺金持ってねえよ。俺が持ってると思うのか？やめんな！敵の近くちょろちょろすんじゃねえよ。近づかねえと殴れねえだろ。じゃあ今度からまとめて撃つわ。なんでだよ。ミシャスが大暴れしてくれると俺が楽できていいな。次はお前も巻き込んでやろうか。冗談に聞こえねえんだけど。俺の背中しっかり見とけよ。反面教師ってやつだよね。うん、ちゃんと見てるよ。オーレン遅いよ。ほら急いで。せかすなよ。偉いやつは後から出るのがお決まりなんだ。その腕、肩が凝りそうだな。大丈夫かよ。平気だよ、俺の体の一部って感じだから。行ってこい、カナタ。手柄はお前に譲ってやるよ。またそんな風に言ってサボろうとしてない？進化するもんなのか、ブラッドシンって。オーレンのブラッドシンもいつか変わる時が来るかもね。そん時はご指導よろしくな、先輩。トガ人だって誰かを助けてあげられるはずなんだ。俺にもあんな時代があったかね。いや、昔すぎて忘れちまったな。オーレンすごいよ。俺の活躍見てたか。うん、想像してたよりずっと動けてたよ。どれだけジジイだと思ってたんだ。やっぱり違ったかな。何に悩んでんだ。戦いなんて勝ちゃいいんだよ。とどめの一撃はもっとかっこいい決め方があったんじゃないかって思ってさ。思春期の無駄遣いだな。あっつい、汗が止まらねえ。全液体が体から流れ出ちまう。中身を全部入れ替えたら少しはまともになれるかも。ようやく休憩できると思ったのによ。そんなに休みたいなら
永遠に休める方法があるけど。もっと仮装ならごめんだぜ。あなたに近づく必要があるときは事前に私に教えること。なんでだ。ダメ人間から出てる良くないものを焼き払うから。何回やる気出ねえ。この鳥でお尻をつついてあげようかしら。尻に火がつくってそういう意味じゃねえからな。もっと笑ってないと運が逃げてるぜ。なんでオーレンはいつもニヤついてるのに運がないの。いつもニヤついてるからこの程度で済んでるのさ。ってひどくね。戦いでオーレンを生かす作戦を考えたの。いいんじゃない。どんな作戦。私がオーレンを炎上させるからそのまま敵に突っ込んで。俺が燃える必要ある。これはカナタの正しさを守る炎の鳥。そいつはミゼラの情熱ってことか。カナタに悪影響のあるダメ人間には襲いかかるわ。問答無用で燃えるように激しいね。焦げちまいそうだ。俺の勇姿を取ってくれてもいいんだぜ。お断りや。誰も欲しがらへん写真ってかわいそうやし。普段のユナちゃんもいいけど戦う姿も凛々しくていいね。お望みやったら敵さんと一緒に縛ったるわ。あ、えらい寒いな。厚着してくるべきやったわ。厚着？俺は絶対に反対だぜ。鼻の下伸びまくりや。なあオーポン、今度写真の被写体になってや。さすがジャーナリスト、いい目を持ってるぜ。せやろ。ちなみに題名は中年にも青春再びや。猫人が目の前を横切ったら不吉な印って言い伝え、オーポンは知っとる？どうせいつもの嘘だろ。せやで、嘘や。ん？嘘だという言葉自体が嘘だとしたら、さっきの話は本当か？いや。ほなさいなら。ほなさいなら。あかん、体むずがゆくなるわ。さてと、うちはこれから海辺で情報収集や。それなら、ここに有能な助手がいるぞ。水着美女たちからありとあらゆる話を聞き出すぜ。ほな行ってくるわ。留守番よろしゅう。ゴムタイナ花嫁さんか。懐かしいな。お、何か言ったか。いや、ふと思い出に浸っちゃってさ。すまないが、今は戦いに集中してくれ。ぶしつけだが、オーレンは高貴な家柄の生まれではないのか。ふとそんな気がしたんだが。鋭いね。もしかして気品漂うこの俺に興味があるのかな、お嬢さん。すまない、私の勘違いだったようだ。あー、ちょっと待って、まだ迎え酒飲んでねえんだ。え、ダメだよ、オーレンさん。よし、おじさん、明日から本気出す。敵は目の前にいるんだよ、明日じゃ遅いよ。ああ、やっちまった。やっちまったよ。え、どうしたの、オーレンさん。俺としたことが真面目に戦っちゃったよ。ダメじゃないか、イヤハト。ちゃんと止めてくれなきゃ。若いっていいよね。突然なんだ。おっさんが、そういう顔を隠した黒ずくめの謎の男、みたいな格好すると、怪しさ満点だろ。人によると思うが、お前はやらない方がいいだろうな。張り切っていくよ。はしゃぎすぎて転ぶなよ。もう平気だってば。子供扱いしないでよ。終わった終わった。あんまおっさんを酷使しないでほしいよ。オーレンはおっさんっていうのか。おっさん頑張った。えらいえらいよ。ありがとうよ。ダメだ、その緩い格好を見てたらやる気なくなってくるわ俺。あんたがやる気ないのはいつものこったろうが。学生さんか、
俺も青春時代を思い出すぜ。お前は悔いのないように過ごせよ。わかった。オーレンの分も青春するよ。オーレンは身だしなみをもっと整えた方がいいよ。これが一番楽なんだけど。型が崩れて服は傷むし、洗濯は大変だし、手入れする人のことも考えてもらわないと。すまん。おっさんたちの魅力見せつけるしかないわね。おう、渋さとギャップに惚れろってな。なあ、この後カジノで遊ばない？いや、やめてくわ。今手持ちの金があんまねえんだ。大丈夫だって。それに無一文になったって仲間にちょっと怒られるくらいでしょ。ちょっとでは済まねえんだよな。それが格好も髪型も決まってるね。特別な日です。このくらい準備をするのは当然ですよ。そうやって気合い入れてた時が俺にもあったっけな。オーレンにも後でプレゼントあげるね。ん？いいのか。俺なんて良い子からはほど遠いおっさんだぜ。うん、おっさんにもクリスマスは来るでしょ。